ちっちゃなね、お重に入ってるんですよ。箱もなんかしっかりしてね、お重、ちっちゃなお重、だいたい通常の4分の1ぐらいのサイズでしょうかね。こんばんは、リリーネコちゃんです。にゃりん。今日はですね、届きました。届いてしまいました。おせち、届きました。博多久松お試しおせち、まあ、DD は何を言ってるんだ、まだ11月だぞとお叱りの声も聞こえてきそうですが、今日届いたのはお試しおせち2021年新春おせちカタログ付き、販売期間12月上旬までなくなり次第終了という商品です。しっかりですね、当然カタログも入ってます。まあ、というのはですね、この価格が大体500円ぐらいだったのかな、まあ、送料のがちょっと高くつくんですけれども、まあ、カタログセットで新春のおせち検討してくださいっていうような商品の位置づけだと思います。とは言ってもですね、撮影している今日の日付は11月16日の月曜日で、まあ、今年も残すところたった45日となりました。リリーは今年あと何日会社に行くのかなと計算しましたら、まあ、たった31日ですね。まあ、リリーの会社はちなみに祭日出勤ですので、まあ、他の人より少し多いかもしれませんけれども、まあ、どちらにしても、まあ、残すところあとわずか、2020年もあとわずかということでしょうね。まあ、もたもたしていたらあっという間に2021年度になってしまいそうです。皆さんどうでしょうか、やり残したことはありませんか？ DD はですね、残された期間にやらないといけないことが実は結構あります。ダイエットは引き続きやっていきたいですし、バイオリンもやらないといけない、ブログの方も立て直さないといけませんし、まあ、英会話をね、新しく始めるにあたり、まあ、段取りも必要でしょうし、今後の YouTube の方向性も模索していきたいですし、プレステ4を買ったので、まあ、ゲームもしたい、本もまだまだ数冊読みたいですし、やりたいこと山ほどありますね。そんな中にですね、クリスマスや、まあ、カメラマンさんの誕生日もあるのですから、 DD は年内大忙しとなります。さて、そんなわけで気分は先行して、お正月気分を味わうべく、お試しおせちを買った次第であります。まあ、美味しければカタログもついていますので、購入を検討したいとは思います。では早速開けていきましょうか。なかなかおしゃれだと思いませんか？ちっちゃなね、お重に入ってるんですよ。箱もなんかしっかりしてね、お重、ちっちゃなお重、だいたい通常の4分の1ぐらいのサイズでしょうかね。パカッ。届いた時はね、冷凍状態でしたので2日ぐらい冷蔵庫で解凍してました。じゃん、どうでしょうか、綺麗でしょう。さあ、まあ、せっかくですのでね、ちょっと正月気分をちょっと先行して味わいたいもんですから、ちょっとお雑煮を作ってきます。さあ、お雑煮作ってきました。パン焼き器がどうやら壊れてしまったようで、まあ、お餅は煮るような形になってしまったんですけれども、残念ですね。その間にですビール開けちゃいました。うん、あー、お正月気分だな。さあ、何が入っているか、お試しおせちのお品書きっていう形でね、綺麗にこうやって歌ってくれてます。さあ、どんな味がするんかな。じゃあいただきます。まず黒豆ですよね。うん、おいしい。黒豆蜜煮、あ、美味しい。うん、うまい具合に解凍されてますね。あー、美味しいな。鴨スモーク、赤茶鴨スモーク、鴨とアヒルの美味しさを兼ね備えた合鴨をしっとり焼き上げました。美味しい。うん、栗きんとん、これあれか、伊達巻き。うん、あー、幸せだなー。あー、美味しい。あれはないのかな、あれは、あれがない、あれって何だったかな、なんて説明したらいいんだろう。魚の、あのちっちゃい魚の、あれ何でしたっけ、カリカリのあれがないな、カリカリの魚がないな。あ、懐かしい。
これあれだな、なんだこれ、栗甘露煮、美味しいこれ。あーお正月、ほんとお正月ですよ。うん、お雑煮、あー美味しい。でも一人だとこれぐらいでちょうどいいかもしれませんね、サイズ量的に。あ、なんだこれ、なんだこれ、わかんない。あ、チキンか。あ、チキンじゃないな。うわ、何かわからない、説明できないけど唐揚げみたいなのが美味しいですねこれ。うん、ナッツ、あれないな、ナッツないな、あれ乗ってない。 DD が見落としてるのかな。あーでも美味しい、幸せだな。まあでも今年の正月は楽しみですよね、お正月は。というのはね、 DD あれですね、5年ぶりのお正月になるんです。というのはですね、5年間飲食店で働いていましたので、年末年始が5年間なかったんです。でやっとですね、まあ、退職しまして、まあ人並みなお仕事に今ついてますので、メインの方は、まあ、今年は皆さんと同じようにゆっくりできるお正月になるのかなっていうような感じですかね。でも仮にですよ、 DD がこのおせち買って毎日お雑煮食べてたらまた太ってしまう可能性は十分にありえますよね。あと何が足りないかというと、こたつでしょうかね。こたつのテーブルはね、今このモニターが置いてあるテーブルにしてしまってるので、ちっちゃいサイズのこたつが必要かもしれませんね、お正月を楽しく過ごすには。か、このテーブルをもうこたつ仕様にしてしまうか、かこれをこたつにするか、難しいとこですね。これをこたつにするのか。いやーでも5年ぶりの正月だなー、本当に。まあ、店長でやってましたのでね、一日も休みありませんでしたのでね。あのね、皆さん働いてる人ね、パートさんの方たちは当然ね、あの週に2回お休み、まあ、じゅんぐりでお休み取ってもらうんですけど、まあ、店長はね、結局は休めませんのでね、なんだかんだと言って。別にね、苦ではなかったんですけれども、なんだか感慨深いですね。さあ、お正月のおせちは年に一度の大イベント。通販おせちの味付けやお届け状態、解凍方法が不安という方のためにお試し価格で一足先に DD がお味見をしております。解凍状態はいいですね。やっぱりこれちゃんと解凍方法もね、きちっと書いてありますので、試しの場合でも12時間程度で解凍が完了しますっていうようなことがね、書いてありますので。でも美味しいよな、なかなかこれはね、こんだけ全種類作ろうと思ったら大変ですよね。美味しいな。これにしようかな。見えますか。いやー、ほんと正月だなー。何やろうかな今年は。でもね、ちょっと冒頭でさっきちょっとお話しさせていただいたんですけど、なんだこれ、肉団子、美味しい。この肉団子美味しいな。あ、鶏つくね照り焼き、美味しい。うん、なんだったっけ。リリーはですね、ちょっと、まあ、年末から、まあ、来年にかけて、ちょっと、まあ、準備はする予定なんですけれども、ちょっとね、イングリッシュ、英会話をちょっとチャレンジしようかな、っていうような段取りで今、動き始めています。やっぱりですね、海外に向けて、動画を発信していきたいな、っていうようなところでしょうかね。リリーのね、リリーキティ TV の動画をいろいろちょっと調べていくと、結構海外の方もね、チラチラとね、やっぱり見られている、まあ、大野城だったりとか、そういう、なんていうんですかね、観光名所の動画を上げてるっていうのもあって、もう英語圏なのかがちょっとわからないですけど、海外の人がねチラチラ見てくれてるので、まあ、英語だったらねある程度伝わるのかな、まあ、夢ですよね。来年中には英語で発信できるような動画も作っていきたいなっていうようなことで、年末から年始にかけてちょっと動き出そうかなっていうような感じですよね。どうやら話を聞いていると、今はもう英語教育が昔と全然違うらしいですね。 DD 全然知らなかったです。 DD の世代だと中学校1年生で This is a pen っていうようなことですけど、今だいぶ違うみたいですよね。ということは今の若い子たちはもう英会話はもう普通にみんなできるっていうことなんでしょうかね。そうやって考えると英語の YouTube を作っている若い子たちが結構いるってことなのかな。 DD がね知らないだけで、当然英語で喋ってるのはね、あの弾きますので当然見てないですよね。そうするとやっぱりそういう子たちがやっぱり動画を上げて海外をターゲットにしてる動画を作っている人たちがいるっていうことなんでしょうね。なるほどな。
この DD のね、DDKTTV で、まあ、英語ができればね、ある程度は面白いような形になると思うんですよね。なかなか若い子にはね、作れないような動画っていうのも、やっぱ DD のね、経験値に基づいた動画もいくつかありますので、それにね、英語が乗っかれば、また面白い動画にはなるのかなっていうような感じは、正直、自己分析ではしているんです。でも、英会話のレベルと、この発信するレベルとでは、英語は違ったりするんでしょうかね。まあ、どっちにしてもね、楽しみではありますね。どういう形になっていくのか。皆さんもね、ちょっと少し楽しみにしていただければなというような感じでしょうか。さて、今日は今回 DD はおせちの味付けやお届け状態を体験しています。この量的にね、どうでしょう。昔で言う日本料理の親方がちょいとつまんでよしいいぞっていうようなぐらいな感じの量なんでしょうかね。一人分ではなんかちょうどいいような感じで、これぐらいのちっちゃいおせちは販売されるんでしょうかね。どうなんだろう。これぐらいでも十分だな。もしくはこれを3個か4個、この大きいの買わなくてもね、一人だと全然、さすがにこのサイズは販売はされてないでしょうね。でもね、本当にこれが3段4段5段ぐらいあれば5日持つのかなっていうような感じでしょうかね。まあどちらにしてもですね、まあどうでしょう、見た目も美しいですし、小さいからといって手は全然抜いてませんよね。お試しといえど、まあ小さいからこそ可愛らしくて、まあ芸術品っぽい感じはしますよね。味も確かに美味しいです。そりゃそうですよね。これがまずかったらカタログのねおせちもね売れるわけないわけで、自信があるからこういう形で販売してるってことなんでしょうね。次につながる味ではあると思いますね。それは料亭の味のね、毎年どうですかね、料亭のおせちを買っている人たちから比べれば多少物足りないとかはもしかしたらあるかもしれませんけど、まあ、DD ぐらいのねレベルですと全然もう美味しくいただいております。まあお正月はどうでしょうかね。何かと主婦の皆さんはお忙しいと思います。今まで買ったことない人もしおられたら、今年はどうでしょう、思い切って、まあ、通販で本格的なおせちはいかがでしょうか。まあ、今年はねおせちはもういらないかもしれないわっていうねおっしゃってる方もいるかもしれませんけどね、お正月はねおせちがあればだいぶ家事は楽になることは、まず間違いないでしょう。別にね、DD はこのお店の名前言ったのかな、ちょっと覚えがないんですけど、博多久松のおせちっていうことで、この有名な会社なのかちょっと DD もちょっと正直わからないんですけど、 DD はねこのお店の回し物でもありませんので、まあ、純粋にまあありがたいなと、500円で購入できてこういう幸せな気分になれたっていう動画を作らせていただいたっていうだけなんですけれどもね。いやー、どっちしてもですね、年始楽しみです。まあずっとですね、大野市に住んでおられる方から聞いた情報ですと、どうやらお正月もスーパーは空いているということなので、まあ安心して年始を迎えられそうな気もします。皆さんにお伝えした通り、5年ぶりにゆっくり年末年始を過ごす予定です。今年は皆さんと同じようにゆっくりさせていただこうと考えております。いやー、お正月まあ楽しみですね。おせちやっぱり通販でなんかやっぱり1個買っといた方がいいのかな。美味しい。さあ今夜はこんなところにしておきましょうか。2020年、ほんととんでもない年となりました。来年はいい年でありますように。まだちょっとありますけれど、まあ、いつものようにチャンネル登録とグッドボタン、歯磨き忘れないでください。いい夢見てください。おやすみ。いやー、幸せだな。